は昭和三色。これは昭和三色。これ昭和三色。玉焼きいっぱい。塩化ぶりってあんま良くないんですか。塩化ぶりは、うん、紅白とか大正三色とかは良くないけど、昭和だったら麺かぶってても問題ない。100匹1匹がもう商品になるって感じで。軽くでいいから。なるほど。魚入れようなどちょっと多めにでもいいし、まあ大体に半分ぐらいで全部やって。わかりました。半分に分けてやってる。はい。3、40分ちょっとまだ行って帰ってくる。わかりました。はい。お願いします。はい。よし、やってみよう。こっちにいるな。すげえ集まってる。こっちからでいいよ。こうなんか綺麗なの持ってってもいいよ。マジっすか、うん、はい。今どれがいいんだろう。むずセンスが問われるからね。え、そんなの拾ったのっていう。スイッチスタンスさんが選ぶやつ、はい、これかな。え、いいのそんなんで。なんか模様出そうじゃないですか。好みはこれにします。どうぞ。1匹目こいつにするか。お、いいね。お、2匹目紅白みたいな。それ曲がってるね。これってキケースか。あ、まあそんなどうかな。この中はこれって戻したもん。あ、戻してもらえる。綺麗なやつを大きくしてもらえれば楽しみ増えるんじゃないですかね。はい。お玉ちゃん、お玉拾ってもらってもいい。相当見る目ねえなってなるよね。これにしよう。桃源郷。こんな感じですか。決まったっすか。すげえカエルになりたて、なりかけ。いや、そのカエルでも。いないです。こだわるね。こだわるね。これいいんじゃん。わかんない。これで。あと一匹。これにしよう。これだ。OK。ですか。はい。もっといらないの。いや、5匹ぐらい。5匹ぐらい。5匹なに池に放流するんだ。そうですね。いなくなっちゃうんじゃない。庭池が結構いっぱいかなって思ってて、うん、ちょっと他の池にちょっとメダカ池あるんですけど、うん、そこに入れようかな。あそこに一緒にね、まあ、まあ杉菜だけ持ってってもらっていいんだけど。え、こんなんでいいの。もっと模様のいいのいたんじゃないの。京都さんチョイスのやつも1匹ちょっと。え、俺チョイス？はい。で、チョイスのやつが高いよ、俺チョイスしたやつ。一番売れなそうなやつを選ぶかな。じゃあ一番売れ残って誰も買わないようなものを。これがな、昭和。お、これは昭和になるでしょう。まともな昭和だと思うよこれ。ほらほら、うわ、全然いいよこれ。あ、いいっすか。これはもうまともな価値あるんで、10万円くらいの。塩田さんどこでも一軍になってた。一軍だねこれね。ほら、もう、あ、それは嬉しい、はい、じゃあ10万円で売ります。これ、はい。
これの成長はね楽しみだけど、ヤゴとかに取られたりとかやっぱり試練あるからね。いいですかこれで。はい、じゃあこれ今日のアルバイト代で。はい、あとはもう他はカスじゃない違う違う、まあ、あと育てて YouTube に上げてどうなったかをこうみんなに報告してもらうとチャンネル数も伸びるんじゃないですか。はい、じゃあ袋を入れて、知らねえうちに放流してもらうといいね、暑くなってはい、まあ、ありがとうございます。でもあとは、はい、はい、よいしょ、6匹いるから3匹こっちに入れてもう3匹部屋で買おうか。6匹黒子3匹入れるか、こっちに。塩田さんのやつどれか分かんないな、もう。3匹入れるか、しかもちっちゃいやつ。生きろよ。こいつにするか。まあ、よしのぼりの水槽に入れたら食うかな。とりあえずこれ、この3匹を部屋の水槽で育てよう。